ちょっと庭の、月桃を写したいと思います。なんか踊りの役に立てた。すごい。赤い葉っぱだとレイ作りもいいし、あとムーチとかで殺菌効果があるのでお餅包んだりしていて、とってもいい香りがします。こんな感じ、ね、いいですね。この色ティーリーフよりちょっと葉っぱ硬いです。これでレイ作るとちょっと硬くてできませんでした。でも若い葉っぱだったら作れるということで、これを切って煮て、ゆうじくんが化粧水とか作ってぐらい万能、万能です、ね、ちょっとでも今日も一日楽しく頑張って、太陽もおーキラーン、風もこうに見えるのが、よいしょ、よいしょ。ティーリーフでーす。風吹いてるね。今日も素敵な一日でありますように。また明日も1分間動画あげるから、みんなで楽しく笑顔で乗り切りましょう。で、踊りを習っている私たちは今何ができるか考えながら楽しい一日を送ってください。じゃあね、見てこれ綺麗でしょ、ね、庭でこんな、レフアが咲いてるの見れるの本当に幸せです。デデデン、今日も、何を今日もしようかな。やっぱり服塗ってます。めっちゃ楽しいです。なかなかもう沖縄から出ることがないけど、でもみんなに会いたいし笑顔を届けたいので毎日1分動画してます。今日は家のレフアを、紹介する方がいる。よいしょ、こんな大きな、こんな大きなモンステラが、そして若いモンステラ、ちょっとモンステラディーン。でこれが黒炭、特徴的で今芯を吹き出してて可愛い黄色になったり赤になったりする実をつける黒炭、ハワイ語でラマですけど。もいいです。家を作ると作るととっても綺麗な家が作れます。あとね、プラウアラウアへ、ね、これはどうなってるのかな。胞子がデデリン、言えませんほら、クプクプいっぱい新芽が出て、昨日から雨がから私このお花というか葉っぱシラギクすごい好き。これでもうレイ作って最高、素敵です。ヤブソテツの香りがもう本当に最高に好きで、で一番好きなのはこれクロトン、クロトン沖縄っぽいでしょ。沖縄のガーデニングにはとっても必要な植物で魔除けとされてます。最高ですね。もう一個ほらラマ、新芽がこんなに、ね、この葉っぱのブツブツがとても特徴的です。
笑顔でみんなが、笑顔でみんなが今日も一日過ごせますように、楽しいこといっぱい見つけて頑張りましょう。笑顔が一番。これ今なんか町の放送でコロナで手を洗いましょうマスクをしましょうっていう放送、コロナウイルスって言ってるので、みんなも私すごい手洗いしすぎて本当に手がカサカサになりましたでももうみんなを守るため、自分を守るため頑張って手洗いマスクやってます。かなちゃん、じゃあまた今日もありがとう。いや、こちらこそ今日もありがとう。またよかったらコメントください。みんなでね、笑い合えたら最後にもう一発家のレフアです。ほら見て、つぼみいっぱい、お花いっぱい、かわいいね。あ、火が出てきた。どう綺麗でしょう。いい。県内においても患者が確認されています。予防として十分な手洗いと手洗い頑張ります。心がけてください。あ、ミリマの花も咲いてる。かわいいね。こんな笑顔で行きましょう。今日の太陽も照ってきた。